おはようございます。 A 型の女シャープの4でございます。本日も、こちら飯田橋駅すぐオアシス飯田橋店様にて実践させていただきます。本日はですね、狙い台クランキーセレブレーション、取れたらですけど抽選が13番だったので、取れたらぜひぜひ打ちたいなと思って、あと、いつも状況のいいクレアの秘宝伝、あと花火ですねも見つつ、とりあえずはクランキーされたらやっていこうかなという次第であります。それでは本日も一日どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、では実践開始します。大好きなクランキーセレブレーションいきましょう。何からいこうかな。とりあえずじゃあ打ち方、今日の、ご紹介する打ち方からいきましょうか。私が、好きなおすすめの打ち方は、モンドルを上段に狙って、右リール挟んで打つモンドル上段挟み狙いで今日は実践していこうかなと思います。クランキーセレブレーションといえば、おお当たったすいません、うっかりしてた。こっからだと何も取れないか。フラグ判別いきましょうか。中リール中段にコンドルをビタ押し、右リールは、赤7を中下段に狙います。でこれで下段蹴ったので次青7を狙います。あーごめんなさい、目押しミス。さあごめんなさい、目押しミスっちゃった。投資は 1K コンドルちょっと当たりましたね。まあ、中段チェリーの形なんで、あ、じゃあボーナス中の打ち方いきましょうか。中リール中段に青7をビタ押しします。左リール中段を下段にコンドル狙います。右リール、青7または赤7押します。中段に、コンドル青7をコントル、青7オア赤7、青7オア赤7のボーナス一直線の形になるようにすれば、14枚の肌出しになります。これを、ビッグボーナス2は2回やります。さあ、マックス枚数250枚、獲得できました。ビッグ中の技術介入要素は、2回だけ、ビッグ中に2回だけやればいいので、ピック開始2ゲームでぴったり、決める必要もなくて猶予が多少ありますね。最初の2ゲームでビタ押し、上手に押せたら得点というか、ナビがつくモードに移行します。ナビモードといってナビが出るとかあるんですけど、それはチェリーオアスイカオアチェリースイカ両方のナビになりますね。でもね、それがあるとチェリーで毎度毎度枠がね、サイドランプが光ってしまうので、結構私はね、あんまりナビをつけるのが好きではないです。なんかね、お好みで、おお、これ、私の好きな出目、ベルオアボーナス、すごいですよ。大体ベルですけど、あー、ベル。この形、上段にボーナステンパってて、子役が外れたら2つ目ですね。さあ、では本
機のものすごい、スペックをご紹介しましょうか。ですね、フランキーセレブレーション、私本当にすごいね好きでね、ツイッターブログ、いつもこの機種の話題ばかりです。大好きなんですよね。じゃあなぜかというと、とっても遊びやすい、まずボーナス加算なんですけれども、設定1でビッグレギュラー合成確率がなんと135分の1です。約設定6だと 107.8 分の1ぐらい、ということは、設定1の、ボーナス確率ニューアイムジャグラーの6ぐらいですねっていう、ものすごい破格の数値なんですよ。設定1でも135分の1で何かしら当たるかもしれないこの機種。ね、本当にこの台、好きな方も多いかなと思うんですけど、翼は個人的にこの台5号機史上一番甘いのではないかと思ってます。スイカチリこぼさず、フラグ判別もしっかり、できていれば、機械割り設定位置でも 101%、 100% を超える台なんですよね。この台本当にすごくて、スイカチリこぼさず、これね、ナビを今、ボーナス中、ボーナス開始2ゲームでやらなかったので、ナビ一応、出にくい状態になってるんですけど、ナビが出たってことはちょっと暑い。私、ナビが出た時逆押しで、赤七を中下段に狙ってます。ここからで中リールコンドル狙い、あーレギュラー、おい、あーレギュラーじゃない、うまいさあということですね、111ゲームモスコインで青七のボーナス終了、250枚獲得。いやーね、この BGM もねたまらなくいいんですよね。ほんとね、早くサウンドトラックを出してください。予約して買いますので曲がねほんといい。おー熱い、えい、あーもうたまんないっすね。最高最高、生きててよかった。いやー本当よかった、早いですね。さあごめんなさい、フランク判別がね、私その目打ちが全然上手ではないのですごいミスします、ごめんなさい。さあ連チャンというか早いかったですね。6ゲーム目でコンドルビーク、あーもうお腹いっぱいしばらく遊べますから、本当にこの台ベースが高いので、うーい外れるよ、外れですね。ベースが高いので非常に、とりあえずビッグ引けたら、低投資でビッグ引けたらなんとかなります。ほんとね、いい台、大好きですこの台、ほんと好き。とにかく、まずはボーナスの出現率で見て、純粋にボーナス引けてる台、5設定の可能性があるので、設定を加味して立ち回る場合はまずはとりあえずボーナスを引けてる台を打つのが先決です。この台を、設定狙いする上では、とりあえずボーナスが引けてる台を打つで、子役のカウントなんですけれども、今みたいに、ここ2コマ目押し必須なので、目押しがアバウトだと
正確さがかなり下がってしまうのでちょっと気をつけて目押ししてほしいですけど、コンドル枠、上段狙いハサミ打ちの時は、コンドルが枠上にいる時の斜めに揃う形、ここにベルがいてこう斜めに揃う、コンドルがここにいてベルがここにいてっていう形で斜めで揃うベル B と呼ばれるベルがあります。ベルは A と B があります。でそのベル B の出現率、あとスイカの、出現率に大きな設定差がありますのでそこを絶対にカウントしてください。でベル B を正確に、ここね、これね、目押しがね、アバウトだと全然参考にならなくなってしまうのでここは正確に押したいところですね。自信がないよって人はとりあえずスイカだけでもカウントしていけばいいのかなと思います。スイカのカウントは結構スイカ15枚役なのでポイ持ち機械割りを司る部分なので設定差があります。ここもね、要カウントです。で、この平行、ここの形から、平行に揃ってる、ベルがベル A ですねと呼ばれるものなので、これは設定差全然微差だと思うので、まあ、一応正確度、正確というか、数値がたくさん欲しいよって方は、カウントしてもいいかなとは思うんですけど、私はカウントしません。この、地下からは1枚役 C と呼ばれる1枚役が取れます。それ以外の1枚役 A、B については、青7狙いですね。青7狙いをしていれば取れる、場所もあるので、このコンドル上段ハサミの近くからは1枚役 A、B は、基本取れません。1枚役 C からの、ボーナス重複、当選ですね。ボーナス当選率に、設定差がかなりあります。まあ、そもそも分母が大きいというのもあるんですけど、全てのボーナスがちょっとね、分母が大きいのであれなんですけど、1万円欲しいからレギュラー複数回見れたらやめない方がいいですね。その台は相当いい台だと思うので、いや今日出るかな1万円欲しい。なんか最近低設定だと1万円欲しい自体が全然お目にかかれないので、最近もう常にクランキーセレブレーション打ってますけどお目にかかってないですさあ今日、周りの状況なんですけど、朝一、クレアの技法殿まず真っ先に埋まりました。あのオアシス枝橋店さんといえばクレアの技法殿みたいなところがあるので私の中でいつ来てもねクレアすごいんですよ。稼働台がまあね、よさクレア、いつお邪魔してもよさクレア。今日も皆さん朝一は一斉にクレアが埋まって皆様カウントしてらっしゃいます。あー、はまるはまる、もうすぐ500がいい点、そんな急にはまらなくてもいいのに。連チャンしたしわ寄せが、あ、そっか、あの500ゲーム超えたら勝手にナビモードになります。あー長かった、ギリギリ、超ギリギリ今みたいに逆押しして途中段コンドル止まったらボーナス2角ですね。そこから、子役はないので、ナビアリー逆押しの時は、中段、本当はね、あの中段コンドル狙いが一番いいのかなと思うんですけど、中リールに、中下段コンドル狙いがいいのかなとは思うんですが、私はゲチェナからのリーチ目を見たいのでナビアリー維持は逆押し赤7狙いです。うん、長かった。512ゲームレギュラーボーナス、何ゲーレギュラーボーナス、今日初レギュラー、重いですね。773ゲーム回して初レギュラー、レギュラーボーナス中はあのビタ押し手順1回やればいいだけです。
で、取った後必ず順押しで、これも順押しでっていうのも変速押しして中押しとかしちゃったら間違えてビタ押ししてまた14麻薬取ったこともあるので必ず。例えばおお手出たらよいしょあれですね、レギュラーも超大事。今はあのこの台でもビッグ先行型なのでビッグの方が出やすい仕様にはなってるんですが、やっぱりあの高設定みたいな、もうあからさまに6みたいな3枚数も7000枚とか出てる台とか見るとレギュラーがすごいついてきてるんだよなと思って、先行型ですけどね、意外とレギュラーも追いついたり追いつかなかったりで、やっぱねあのこの台の設定録すごいいいんですよ、本当にすごい。何がすごいって勝率 96% ですからねすごいですよね、本当に5号機出場一番甘いのかなって思ってます。設定録の勝率 96%、 まあ4% の 4% どういう時なんでしょうね。あーでも周りのないもうあの多分ね、またこれあの私だけ引けてないいつものあれなんでしょうね、多分ね、あの周りのない皆様箱を使い出しています、もう私だけ追加投資してる場合じゃない、これまた私が一人だけへこんでるパターン全然ありますよ。はい、あ今の場合はね中リールもう一コマ赤7が下だったらリーチ目なんですけど、そういうことをね思いながらね打ってると楽しい。例えばこうこういうふうにあの基本的に右リールボーナス挟んだ時に中段に来て外れるっていうパターンが、まあ、王道外れデメなんですけど、すごいなんかの表紙にここがベルベルボーナス取り上段からっていうデメが出る時があるんですけど、おめでとうございます、ビッグボーナス確定のリーチ目です、取りここにいるんでね。ベルベルボーナスねすごいレアなので、私ツイッターのヘッダー画像にしてるぐらい、まあめったに出ないですけど出たら超ラッキー、覚えておいてください、ベルベルボーナス出ないですからね、絶対なかなかお目にかかれないんですけど出るとね本当嬉しい。青7まで滑ってきたら大体青7です、免許ね、おーいね、手同士で遊べる台なのでついついね打ちすぎてしまうことがね あるんですよ、まあ、あのタラレバはパチスロには禁物ですけど、いやあの時やめとけばよかったってことが多々あります。突然800とかハマって、おー来た、ズレ目すごいのが来たな、ね、これもね有名なリッチ目なんですけど、すごいナイスズレ目、いいデメですね。どこ狙おうかな、中リールどこ狙おう、あチェスチェを狙ったのに、すごいデメですね、すごいこのまずこのコンドルここにいて、それから右リール中段なので、まあ、これずれてますよね、これで2角
でもすごいな、わー嬉しい。このね形すごいいいですよね。ズレ目天敗とてもいい出目、これいいいい、ナイス出目、ナイス出目です。お、 BGM 変化ですね。あの特に示唆とかがあるわけじゃなくて、後半行く前に店内の様子ウォッチングしましょうか。さあ今日はどうですかね。あのいつも、マジャカラー 2-3、こう横並びの列で入ってるのですが、おーおー、いいですね、いいですね。今日も箱を使ってらっしゃってていいですね。なかなかいつもいい台あるので、17-6良さそうですね。なかなかおい、というわけで、どうですね、店内の様子、さあ、とく、あ、素晴らしいですね、20-7、19-5、13-10、9-7、15-7、あの、一番角、バジリスク3の隣、あ、じゃあですね、素晴らしいですね、出玉持ってらっしゃって、まだまだ打って大丈夫でしょう、この感じ、他の皆様、箱を使ってらっしゃって、かつカウントされてるので全然私も引き続きクラッキーセレブレーション続行しようかなっていうところであります。やっぱね、周りの台が良さげなので私ももうこれは頑張って回すしかない。いやしかしすごい、結構途中わーって飲まれた割にはまだ全然投資も行ってないし、おー来たー、1万役数来ましたよ。ほらね、もうレンチャンモードに入ったんで、かけてるリプレイ、コンドル、チェリー、この斜め揃いが1万役数ですね。今日ずっと行ってる、ここからレギュラーできてきたら相当熱いですよ。いやーよかったー、今日言ってた1万役数が見れました。さあ何が出てくるかな。レギュラーでいいんだよ、うい、天才ですね、もうね上手私、1万役数からレギュラー出てきました。もうこの台打ち切ります。ですね、隣でプレアの秘宝で打てたお兄さんにちょっとお話聞いて、スイカチェリー数値はいいそうですが、やめてしまうとのことで、なんならプレア打ちたいくらいですけど、赤ピラ2回、チェリー重複のボーナス2回引いてるそうです。おーい、よめっちゃ良さげなクレアが開いたぞ。みんな打たないのこれ、もったいないよ、打とうよ打とうよ。クレアの秘宝伝はシャープの1でやってるのでちょっとしばらくは打たないでおこうかな。相変わらずスイカくん優秀一回1枚薬師揃ったらすぐ揃うんじゃないかと思ってしまう。おい、今のベル B で当たりましたね。ベルの次なんで多分ですけど、ベル B でどうなのかな、レギュラーかな。254ゲーム、そんなにはまらなかった、わーい。ベル B からのレギュラー、後半戦ベルからの増幅がまたおい、早いですね、どうした、しかもレギュラー、うわうわ、目押し
上手レベルが100まであったとしますね。目押しできる、もうビタ押し 100% いつ何時でも直視で見れるよっていう人が 100% レベル100だとします。そしたら翼の目押しレベルはレベル24ぐらいです。引く下手くそです。大好きなんですけど目押しが全然うまくなりません。誰か助けて。大好きです。でも本当に好きです。愛情だけはちょいちょいあるんですけれども、いかんせん目押しが下手くそです。下手の横好きというか、下手くそなりに一生懸命やってるので、どうか温かい目で見守ってください。目押し難しい、まあ、苦手苦手なのか、苦手な部類、難しいなと感じるのはやっぱり BMAX、 難しいのかな、やることがいっぱいあるからちょっと難しい。 BMAX とね、あとね、花火と VS は猶予がないんですよ。この台みたいにボーナス中に2回やればいいとかそういうことじゃなくて、2コマ目押すとはいえ猶予がないので、サンダーじゃないや、花火と VS はちょっとね、未だに緊張します。打つときにすごい緊張する。別にね、何があるわけじゃないんですよ。別にその普段プライベートで打ってるときも緊張しっぱなしで、すごい手汗かきますもん、怖くて。そういう点ではアクロスの目押し簡単だと思う機種、まあ、ナンバーワンはダントツでゲッターマウスの中押し。ゲッターマウスのね、中押し手順があるんですけど、まあ簡単。アクロスの台をね、全然打ったことない方はね、まずはゲッターマウス、クランキーセレブレーションあたりからチャレンジしてみるといいんじゃないかなと思ってます。あいやー、今日のクランキーセレブレーションの島の様子、まあ、写真にも撮っとこうかな、ブログにも載せようと思うんですけど、すごい光景です。今まで打ってきた中で初めて見た、こんなに前代出てる島、クランキーセレブレーションで、どこのホールもやっぱり1、2の対応が多いみたいで、まあでね、自分で回してるわけじゃないですけど、確かなデータ上でしか見てないのではっきりと判断はできないですけど、やっぱりあまり使ったとしても、入ってたとしても、もう本当1台2台の世界なので、こんだけ前代気持ちよく出玉がついてると圧巻ですね。いやー、いいですね。いやー、大石さんさすがです。本当に素敵なホールさんで、結構ハマってはないか。おざます、やったー、よし。実戦終了。なんとですね、今回も快勝で終わることができました。まずサクッと、結果発表から参ります。本日の投資、4047枚貸しなので188枚投資です。回収が1232枚、ということで、今日の収支はプラスの1044枚と、素晴らしい結果に終われたと思います。たくさんね、リッチ目とかもお見せできたので、もうね、何よりも私の大好きなクランキーセレブレーションでプラスで終われたので、とってもいい回になったのではないかなと思います。気になるツールに、数値を入力してみました。ベルビーがちょっと喋りながらだったので危うかったので、スイカと、ボーナスの、数値のみで、ツール入れてみたところ、まあ圧倒的にもう設定6ドーンと大きかったのもありまして、まあ高設定の挙動であるということですね。打ってみた感想的にはやっぱりスイカの持ちが良かったので、コイン持ちが
格段にいつも打ってるのとね、あの別の機械並みによく回ったなっていう感想で、でね、あの結果的に後半レギュラーが追いついたので、これぐらいの数値になって納得です。自分自身でもとてもいい実戦ができたと思います。それでは、次回もまた、解消を目指して頑張っていきたいと思いますので、応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。